くだりのたけしが決めるぜ baby to life。 はい、皆さんこんにちは、山崎たけしです。こんにちは、松下奈希です。タイトル予想、はい、していきたいと思います。タイトルあるからな、はい、うん、今回はセリーグ、パリーグそれぞれの最多勝とセーブ王予想していきたいと思います。あ、そうですね、はい、思います。ね、まあ、防御率の話もしたんですけど、はい、それにこう意外と一緒になることが多いんだけども、うん、まあでもやっぱりね、勝ち星ってさ、防御率が良くても勝てない時もね、あるんですよね。だからそういう部分ではやっぱりチームが強いチーム、うん、そういうことですよね。最多勝、最多勝取れるかなとね。6位のチームが最多勝取ったらすごい価値があるしさそうですね。あ、まあそういう中ではどうなのかな。ピッチャーって、まあ、バッターね、僕たちやったら打率、打点、ホームランってあるけども、はい、勝ち星、防御率、はい、ね、奪三振とかあるけど、やっぱり勝ち星のタイトルで一番欲しいタイトルじゃないかなってね、思うんだけども、まあ、これについて予想すると、はい、あー、どうかな、誰、なぎちゃん誰予想するの。私最多勝は、いや、去年に続き菅野投手菅野ね、硬いかなっていうのは本命二重丸思ってますね。対抗は他だと、まあ、これ最多勝ってチームの強さもありますもんね、うんうんうん、なんで私はもう菅野投手、うん、それ以外だと森下投手とか大野投手だったりだとかも強いのかなっていうのは。そうだな、はい、もう本当にね、防御率のいい連中だったりになるんだけど、大野、うんね、に取ってもらうか。そうですね。でもね、大野の意見で僕は10勝10敗のピッチャーですからってすぐ言うね皮肉ごとでね、お前10勝2敗のピッチャーになれって言ってんだけどでもやっぱりね、また新しい一つね、その防御率だけじゃなくて最多勝っていうね、その違うタイトルも取ってほしいと僕は、うん、そう、大野投手も正直ね思うんですよ、うん、だからあれだけの防御率を誇れるわけだから、はい、いや本当ですよ、勝てるはずなの、うんうん、だからこれね、ちょっと大野に今年は最多勝頑張ってほしい、うんうん、ね、僕は大野と本命大野、うん、対抗に大瀬良。おー、大瀬良もやっぱりここ最近非常に安定感があるし、ね、馬力あるしさ、本当にゲームを必ず作ってくれるピッチャーなので、はい、大瀬良っていうのもいいけども、うん、本命は大野でいきたいと思いますので、はい、ぜひね、ドラゴンズ&ピースもね、はい、ちょっとね、大野の尻を皆さんで叩いて、うん、なんとかタイトル取ってほしいなというふうに思います、はい、じゃあ続いて、はい、パリーグで、パリーグ、はい、最多勝、まあ、去年に引き続きね、枠がいいんだよね、はい、正直、ね、はい、キャンプからね、ずっと見て、うん、本当にこう安定して波がないのよ、もう枠井のピッチングって実際に見てもそう、もうそう、ほんとドーンっていうのがないので、うんうん、また枠井ね、これまたこれいい滑り出しもしてるしね、はい、枠井はいいかなというふうに思います。ソフトバンクの石川投手はどうですか。あ、石川もパワーね、パワー系のボール投げてすごくいいんですけど、うん、どうかな、うん、とはやっぱりね、今年はさ、はい、9イニング制で延長戦がないの、はい、そうするとピッチャーも惜しげもなく使ってくるから、中継ぎボンボン、下手したら先発5回でええわっていう感じになっちゃってるので、うそういうことになるとやっぱり中継ぎ以降に勝ち星がついちゃう可能性もね、これあるんだよ ね。9回で終わりだと思ったらね、もうきっちり計算できるでしょ、はい、まあ、そういう部分に関して言えばやっぱり長く投げられるピッチャーっていうのもあるので、やっぱりこの涌井っていうのは長く投げられるピッチャーなので、そう思うとこの涌井、そうですよね、がまた2年連続いいとこ行くんじゃないかなってね思いますね。私も涌井投手は予想してました、うん、いいなって。そんなにね、すごい球投げないんだよ、うん、やっぱコントロール、やっぱりそしてね、球が低い、あ、うん、高い球がね、あんまりないんですよ、抜け球とかが。だからやはりこうバッターとしても失投を捉えてホームランとか長打になりづらいので、やっぱりゴロを打たせるピッチングということで、はい、今年も涌井調子いいのでね、うん、ちょっとまた2年連続涌井っていうようなこともなるかなっていう、っていう僕は予想になってますね、はいはい、なるほど、うん、続いて西武王
はい、セーブ王か。セリーグですと。セリーグ？はい。去年はスアレス投手ですね。まあこれ一発だな僕。お、うん、どなたですか？スアレス。そうですよね。スアレス。やっぱりこれもね、後半最後9回に勝ってイニングも変えなきゃいけない。うん、で今年はその再三言ってるようにタイガースのチームが非常にこういい雰囲気なんですよ。でこの前またスアレスもね、後ろで出てきて見た時でも球強いのよ。でもそれに匹敵するのはドラゴンズのマルティネスなんだけど、ドラゴンズが9回まで勝って迎えられる機会がどれだけあるかっていうことなんだよね。であとそのマルティネスの場合はオリンピックがあるからその時にまた抜けてしまうので、あ、そっか、うん、そうすると1年間こうなんていうかこう集中してできないというか、まあオリンピック期間中は休むけどね、プロ野球部だけどやっぱり腰を据えてできないんじゃないかな、ね、もう抑えてくれるピッチャーではあるんだけども、1年間数字というふうに残してくれるのはやっぱスアレスじゃないかなとね。まあカープのルーキーの栗林も面白いけども頑張ってほしいですけども、はい、ちょっと2歩ぐらいスアレスが抜けてるかな。あ、やっぱりそんな感じする。それぐらい違う、ね、安定しちゃってるから。で160キロ投げてもね、バラあんまりバラ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 しないんだよね。だからそういう部分ではグリグリ二重丸プラス花丸かなっていう感じはするかな。やはり強いですね。うん、続いてパリーグのセーブ王だと、はい、まあね、やっぱりソフトバンクの森とかね、やっぱり成績ずっと安定して残してるんだけど、はい、ちょっとね、はい、森もこの去年ぐらいからちょっと苦労してんだよね。いろいろなやっぱりこの疲労の問題とか、はい、肩の負担とかそういうものもあると思うんで、はい、まあ、そういうことを思うと、はい、この前ね、そういや一般戦見てね、後ろでね、杉浦投げたんだけど、いいボール投げてんだよね。いいボール投げてるけど、日本ハムチームがねちょっとんっていうところなので、タイトルはどうかなっていうふうに思うんだけども、僕はね、松井裕樹、はい、まあいろいろ注文があるんだよ、勇気にはね。だけどやっぱり力あるんだよね、彼のストレートっていうのはね、馬力があるというかね。だから俺はいつも言ってんの、松井裕樹とね話してるんだけど、ちゃんと体のコンディショニングすれば、もう絶対に1年安定的に活躍できるから、体だぞ、太るなよって言ってるんですけど、太った年もあったらダメだしね。まあ、今年はまあそんなにめちゃめちゃ太ってないけど、キャンプ見てると出来としては70点ぐらいの体の出来をしてたけどね。なるほど、90点以上で来てほしいんだけど、もうちょっと絞ってほしいなっていうのはあるんだけど、体作りからちょっと、そうそう、それをやればもうね、彼は全然もう問題ないと思うから、はい、まあ、今年は松井裕樹にちょっとタイトル取ってほしいなと。うん、順調にいけばチームも強いし、はい、タイトル争いできるんじゃないかなというふうに思います。日ハムの杉浦投手だったりとか、いや、いいよ、いいですよね。だけどまだね、若いんで経験がちょっとまだないんで、この辺しっかり今年実績作っていくと、なかなか面白いかなというふうに思いますね。まあ他にもね、いろいろやっぱり増田とかもね、実績残してるし、ね、ロッテ、西武、ね、両増田いますけども、意外とセリーグに比べたらなかなかいい争い、タイトル争いするんじゃないかなと思いますね。パリーグ、なるほど、はい、飛び抜けてる人がいない、パリーグは。スアレスのように、スアレスいいんじゃないっていうような感じっていうのが、ポンっていう人が、ポンっていう人がいないからね。その中で松井裕樹がちょっとね、やってくれればなというふうに思います。期待を込めて、はい、というわけで今回はセリーグ、パリーグの最多勝とセーブ王について予想しました。皆さんも予想してみてください。はい。